2022年8月21日ロシア国防省は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサに対して、巡航ミサイルカリブルを用いた攻撃を行ったことを発表したみたい。これによりウクライナがアメリカから供与されている高機動ロケット砲システム、ハイマース用のミサイルや、西側諸国から供与された対空防御システムなどを保管している弾薬庫を破壊したと発表したぜ。武器庫を破壊されたんだ。ウクライナは低体損失だね。だが事実かどうかは定かじゃないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、ロシア軍が南部オデーサにあるウクライナ軍の、弾薬庫を破壊したと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍が破壊したと主張しているハイマース用のミサイルが、多くの種類があるロケット砲弾のうちの何を指しているかは定かではないんだけど、ミサイルではなく射程 90km とされる 227mm ロケット砲弾の、M31AH であるとすれば、ウクライナ軍にとっては大きな損失だろうね。しかし、同時に破壊されたとされる西側諸国から供与された対空防御システムと一緒に、ロシア海軍の海キロ級潜水艦から発射されるカリブルの攻撃を受けやすい、海沿いのオデーサの弾薬庫に保管しているとは考えにくいと見られているんだ。また、この攻撃に対するウクライナ側の反応は、オデーサの地方行政当局の報道官が、通信アプリに対して、ロシア軍が発射したミサイルは5発で黒海上から発射され、2発は防空システムによって撃墜したが、3発がオデーサ港周辺の穀物貯蔵庫に着弾した。とした上でこの攻撃による死傷者は出ていないと投稿しているよ。さらにロシア国防省は同じウクライナ南部のヘルソン州において、ウクライナ軍が、アメリカから供与された牽引式 155mm 榴弾砲 M777 2門を破壊したほか、ザポリージャ州にあるディーゼル燃料100トン超を貯蔵しているとされる、燃料貯蔵庫を攻撃して破壊したことも発表しているね。M777 ってどんな榴弾砲なの？この M777 榴弾砲は、イギリスのビッカース造船技術会社、ビッカーズ・シプブールディング&エンジニアリング・ルトと現在は BAE システムズが設計開発した牽引式榴弾砲で2005年にアメリカのユナイテッド・ディフェンスとの共同開発によって完成しアメリカ軍が M777 の名称で採用した長径量野戦榴弾砲でアメリカ陸軍の他にカナダ統合地上軍でも採用が進められイギリス軍においても現在採用を前提としたトライアルが実施されているんだ。M777 そのものの最大射程は2榴弾の M107 弾で 24km、口径を変えずに、砲弾を優先形に成形して空気抵抗を減らした ERFD を使用して 30km であり、発射速度は最大で5発分持続射撃で2発分とされているんだけど、実は、この M777 の射撃性能については、それまでアメリカ軍が運用していた。牽引式 155mm 榴弾砲 M198 と比較した場合、最大射程、発射速度において大きな差がないんだよね。それなのになぜこの M777 が有用な新兵器として扱われているかというと、M198 の重量が7トンを超えるため、CH47 チヌークや CH53 シースタリオンなどの、大型輸送ヘリコプターでなければ吊り下げ輸送ができず、長距離の移動には制限が加えられることが多かったことに対して、M777 の重量は 4.218 トンと軽量であるために UH60 ブラックホークや、UH1N ツインジュイのような中型の汎用ヘリコプターや、ジェルトローター機の V22 オスプレイ垂直離着陸機でも機外に吊り下げて輸送することが可能で、山岳地帯のように大型輸送ヘリでの運搬や車両での運搬が困難な場所への展開が容易であることが大きいぜ。このように M777 は155榴弾砲としては軽量であることがウクライナへの運搬や、前線での移動が速やかに行えることが有用とされているんだけど、実はウクライナ軍の期待が大きいのは M777 と共に供与される。155mm 榴弾砲弾の中に含まれる GPS 誘導長射程砲弾 M982 エクスカリバーなんだ。エクスカリバーについて詳しく。M982 エクスカリバーは、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社と、BAE システムズ AB 社によって共同開発された砲弾で、有効射程が 40km とされていてロシア軍や砲の射程をはるかに上回る長射程を持っているよ。さらに敵からの妨害電波にも対抗可能な内蔵 GPS 受信機が搭載されているほか、管制ナビゲーションシステムによる管制誘導も併用され、これによって正確な誘導が可能となり、ほぼ射程距離の限界にある標的に着弾する誤差も2メートル以内とされている、精密誘導ミサイルのような砲弾で、実戦に配備されてから、ウクライナ軍の砲撃にハイマースと共に大きく貢献したと言われているんだ。
しかしながら、これらのロシア国防省からの戦果発表に関しては、それらの破壊を裏付ける画像や動画などは示されておらず、また、ウクライナ軍からのリアクションが見られないことから、このところ南部や東部などで受けている、ウクライナ軍が関連したと見られている爆発や攻撃に対抗するため、ロシア国内向けのプロパガンダであろうとの見方が広がっているぜ。ここに来てロシア軍が活発な動きを見せ始めたのには、ロシア軍がウクライナ侵略を開始した。2022年2月24日からちょうど6ヶ月となる8月24日が、旧ソ連崩壊が起こった1991年に、ウクライナがその支配から脱した独立記念日であるためとの見方が広がっているね。ウクライナ各地では24日を迎えるにあたって首都キーウでは独立記念日を祝う機運が高まっていて、破壊されたロシア軍の戦車や装甲車などが街の目抜き通りで公開され、独立記念日を祝おうとする風潮が高まっており、本来であれば、国を挙げて式典を開催してお祝いをするところなんだろうけど、今は占領された東部ドンバス地方や南部のヘルソン州やクリミア半島、ザポリージャ原子力発電所があるザポリージャ州と、ドニプロ川を溶かして進軍したヘルソン州など、多くの領土と国民をロシア軍に奪われている状況ってわけ。ウクライナのニュース専門局 TSN は22日に、独立記念日に向けてウクライナとの、国境付近にロシア軍が800機以上もの戦闘機やヘリコプターを集結させている兆候が見られると報じていて、東部でロシアと国境を接するハルキウ州においてはこの情報を受けて、25日まで外出禁止令が発出されたみたい。ゼレンスキー大統領は21日、ロシアは旧態依然とした国家であり、自らの行動を特定の日付に結びつけるとの一種の脅迫観念を持っているとして、彼らは我々を憎んでおり、キーウを含むウクライナの都市への、巡航ミサイルによる攻撃回数を増やすだろうと述べて、ロシアがウクライナ人捕虜裁判にかけるなどの挑発行為に出る恐れがあると語ったよ。ウクライナのメディア各社は、ロシアが独立記念日に合わせて、ウクライナ南東部のマリウポリで投降したアゾフ連隊などの、ウクライナ兵を公開裁判にかける準備をしていると報じているな。なお、キーウ市当局は、独立記念日当日においてはロシア軍による、ミサイル攻撃が激化する可能性が高いとして、独立記念日の、翌日25日までは大勢の市民が集まるような大規模なイベントを禁止すると発表し、空襲警報が聞こえたなら直ちに近くのシェルターに避難するようにとの指示を出しているね。この日を見越してのことか、このところ東部や南部においてロシア軍が攻勢を強めているとされ、特にヨーロッパにおいても最大規模を誇るザポリージャ原子力発電所への攻撃への懸念が深まっているんだ。また、原子力発電所周辺のへの攻撃が継続しているだけでなく、原子力発電所から見てドニプロ川カホフカ貯水湖の対岸にあるニコポリに対して、ミサイルや空爆などの激しい攻撃が加えられていることが懸念されているほか、やはり原子力発電所に近いボズネンスクへもミサイルなどによる攻撃が継続されていて、原発に流れ弾が着弾して事故に結びつくリスクが高まっているとされているよ。原発事故だけは避けてほしいよね。放射能の恐ろしさは、皆もよくわかっていると思うし。そうだね。これらのことに関して、8月21日にアメリカのバイデン大統領と、イギリスのジョンソン首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのショルツ首相は電話会談を実施して、原子力施設の安全確保の重要性を強調して、ウクライナ、ロシア両国に対して懸念を発信したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。